サンノゼティリドン駅はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼケイヒルストリート65にある駅。全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックの列車と地域の通勤輸送を担うカルトレインとアルタモント通勤急行、地域の近郊輸送を担うサンタクララバレー交通局のライトレールが乗り入れている。アムトラックの中長距離路線カルトレイン、アルタモント通勤急行、 および、ビティライトレールが乗り入れ、単式島式ホーム4面7線とビティライトレールの相対式2面2線の計9つのプラットホームを持つ。線路東側の単式1番ホーム側に駅舎があり、友人の券売所や売店などがある。アムトラックの年間利用者は215,158人。カルトレインの週平均利用者は3,714人で、 カルトレインの駅では4番目である。バートの当駅への延伸計画があり、実行されればベリエスサ川から地下で接続されることになる。また、カリフォルニア高速鉄道の構想もある。アムトラックのサンノゼディリドン駅に発着する列車は、下記の通り。カルトレインの発着路線は、下記の通り。アルタモント通勤急行の発着路線は、下記の通り。 サンタクララバレー交通局の発着路線は、下記の通り、ありがとうございます。